なんだろう、ベンツの多分 SEL かな。SEL ね、なんかもう昔はやばい人が乗ってる定番の車ね。ベンツの SEL 長い、ボディセアサイズがもう5メーター超え、エアサスでガッツリ下げてる感じね。これ一回もう全部フルレストラーしてあるね。ボディのこの白といい、下のこのなんていうの、ゴールドのツートンという、オイルも何か、まあ超ワイドなやつ、それで引っ張りたいな。もうホイールまで中入っちゃったもんね。やっぱエアサスだとやっぱこれぐらい下げるってかっこいいよね。もう下げることを重視して、あえてスポイラー関連はなしね。このベンツのマスコット右ハンドル、これすごいけどね。こういった感じね。ちょっとポルシェがなんか横にあって後ろから撮れんもんで、まあ、ポルシェをこう横断しながら撮る感じね。ベンツ多分 SEL SE SE か500の SE500 の SE でしたね。まあでも最近これ走ってるのそんな見ないもんな。昔は若干こうベンツのこのスターマークがでかかったね。今よりマフラーもこれなんか見た感じちょっとノーマルっぽい感じだけど、どうなんだろうな。実はバコンの可能性高いよな。でもここまでカスタムしてマフラーがノーマルっていうのもちょっとありえないね。絶対バコンだよな、こんな被り具合。素晴らしい被り、かっこいいよこれ。このベンツこれはすごいよ。内装そうで見てなかったな。内装もこれちょっとこうなんかスポーティーな感じね。ベンツのあえてステアリングにいっぱいスイッチがある、そういったのを全部排除してる感じね。そういう機能はどうしてんだろうな。そういった機能はもう全ていらないっていう、そういうオーナーなんだろうね。素晴らしい、500SE560 かと思ったけど500の SE でした。